とにかく怪我していこう。これずっと停電してんのか。どうなんやろな。でもなんかあれやろ、雰囲気的に電気なんてつきそうもないけど。うん、僕もそう思う。だから化け物見つかるかわかんないよね。いやな、とにかくどうやってここから出るかだろう。脱出の条件か。やっぱり小説の彼岸を探すことだと思う。見つけたからって脱出できるかわからないけど、必ず何かのヒントになると思う。探すって言ってもな、ヒントもなんもねえんだろ。この学校ってすごく大きいよね。そやな。まあでもそれ以外に逃げることなんてないやろ。うん、そうだね。あ、一回保健室行ってもいい？もう一回上階読んでみる。なんかヒントがあるかもしれないし。それもそうだな。じゃあ行くか。うん。ん？どうしたの？いや、え、ここ保健室だよな。あ、何やそれ。新しいボケか。いや、そうじゃなくて壁なんだけど。